アメリカで今年新型コロナに感染し亡くなった人の数が2020年を上回ったとウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。ジョンズ・ホプキンズ大学の集計では21日時点の死者数の累計は77万人を超え、 CDC 疾病対策センターが認定した2020年の死者数38万人の2倍以上となりました。感染力が強いデルタ株の流行やワクチン接種率が低い地域での感染拡大などが主な原因だとみられています。また CDC は19日、ワクチンの追加接種を18歳以上のすべての成人に推奨すると発表しました。室内で人が集まる機会が増える年末を前に抑え込みを図りたい考えです。